マナは日本の女優。愛知県豊橋市出身。フリー。かつては渡辺エンターテインメントに所属していた。豊橋市内の児童養護施設で育つ。豊橋市の小中学校、田原市の高等学校を卒業後に上京。上京後は古着屋、ニューヨーク城エクスチェンジで正社員として働いていた。23歳の時に岩井俊二監督の映画。 スワローテールに影響を受けて映像作品の役者を目指し古着屋を辞めて役者の事務所にところを属するしかしオーディションに書類審査も通らない日々で当時所属していた事務所の中でも一番仕事が取れていない女優と言われるほどでドラマや映画などのスタンドインエキストラで経験を積むこととなった事務所ばかりに頼らずに自分からも 役を取りに行くべきだと考え、その事務所を対処し、フリーでの活動となる。そんな中、監督俳優養成スクール演舞ゼミナールのシネマプロジェクト第6弾作品である、今泉力也監督の映画、退屈な日々に、さようならおがきっかけとなって、シネマプロジェクトの存在を知る。書類審査のみで切られることはなく全員オーディションを行うといったもので、 顔さえ出せば何かしらの役を得るアピールができると思い、2017年にシネマプロジェクト第7弾のオーディションに参加。上田慎一郎監督に選抜され、映画、カメラを止めるな、の主人公、日暮高之の娘、日暮真央役に抜擢される。長編作品の主要キャストはもとより、名前のある役を演ずること自体初めてだった。2018年に、 劇場公開が始まり当初は小規模公開だった、同作だったが、口コミで話題になったことから47、都道府県すべてでの公開が決定し、マナの地元である、豊橋市内の映画館でも上映が行われ、舞台挨拶にも外旋登壇した。2019年にも絵じゃないかと弱し映画祭での、同作上映の際に、ゲストとして赴いている。上記作品のヒットを受けて、 数十社の芸能事務所からのスカウトがあり、2018年9月14日より、渡辺エンターテインメントに所属することが発表された。所属後は、テレビの連続ドラマ出演が増え、人選上のあなたと私や、これは経費で落ちません。連続テレビ小説、エールなどに出演した。2021年9月末をもって、渡辺エンターテインメントを退所。ザウの命は、なんとかなる。 ぐいぐいと前に行くタイプの性格で、入り込むと周りが見えなくなるくらいの集中力を持つ。やりたいと思ったらすぐ行動したがる。欲求に忠実な性格であり、23歳という遅めの年齢でも役者を目指したのもこの性格によるものである。共演者からは、誰とでもすぐ打ち解けられる。草原を裸足で走り回る少年ような性格だと言われており、作曲家の鈴木の武弘からは、 非常に元気で年上相手でもガシガシ絡んでくると言われている。さらに鈴木は内面に厚い部分を持った性格だとも見ており、そんな一面を表現したトゥルーフィニッシュというインストゥルメンタル楽曲を書いている。映画、カメラを止めるな、のヒットで注目を浴びるまで約4年間の下積み時代を経験している。映画のヒットでフリーの状態から複数の芸能事務所からスカウトがあった際に、 うぬぼれてもおかしくない状況ではあったが、これもいつかは過ぎ去る祭り、次の準備に移らなければ、と気持ちを緩めずにいる。日刊 SPA の取材では、4年ほどの売れない下積み時代も経験しているので、人生はそこまで甘くないぞ、と未だに思います。チャンスや夢をファーストでつかむのは難しい。いろいろと経験した結果たどり着くもの。 周り道が夢を実現させる一番の近道なのかも知れませんとコメントしている。やや内斜視である。映画監督の上田慎一郎からは吸引力のある映画に愛されている横顔の持ち主と言われている。また演技力については安定しないがいい演技をした時の魅力がすごく二度と取れない芝居を見せてくれると評される。弟がいる。上田監督からアンケートとして これまで諦めてきたことを問われたとき、両親と仲良くすることを諦めたと回答した。好きな食べ物は納豆。好きなアーティストはスピッツ、キノコ帝国など。映画、カメラを止めるな。の共演者の中では、秋山ゆずきと最も仲が良いと述べている。短編映画、ありがとうございます。